一火山列島は、小笠原諸島に属する列島。伊王列島とも呼ばれる。東京とグアムの中間のあたり、東経141から143度、北緯24から26度付近に位置する。伊王島、北伊王島、南伊王島からなる。西の島を含めることもある。火山列島の名の通り、この三つの島は、 新海底からそそり立つ海底火山で最高は南洋島の海抜916メートルだが富士山をしのぐ体積を持つ北、伊黄島及び南洋島の噴火記録はなく活発な活火山であるとは言えないただし洋島には明らかな地熱現象と流気現象が見られる周辺には大きな海山が少なくない数値は日本の 第4期火山カタログ、火山データベースに基づく。紀元1世紀頃、石の遺跡の調査により、北、イオウ島に人が定住していたことが分かっているが、文化の源流についてはミクロネシアなのか、それとも縄文文化に属する人なのかなど、よく分かっていない。1543年に、スペインの三府暗号により目撃され、北洋島、イオウ島、 南洋島の三島を総称して、ロス・ボルカネスと名付けられた。また、1779年に、ジェームズ・クックの部下であるジョン・ゴアが、ディスカパリー号とレゾリューション号により、伊洋島を目撃している。その後、1887年に、横を盗作、東京・府知事高崎56らが、帰船、明治丸で伊洋島を視察。 より岡正像の働きかけによって1891年9月、直例で正式に日本の諸葛となる。1893年からは、伊王島で伊王の採掘が始まった。1899年に北伊王島、1904年に伊王島への入植、定住が始まり、1940年に東京府小笠原市長伊王島村が設立された。 太平洋戦争勃発が近くなると、日本軍は、硫王島の防備を強化し、1933年に滑走路を設置した。1937年にはそれを拡大整備し、千鳥飛行場となった。さらに1941年からは、硫王島の砲台の設置工事が始まった。太平洋戦争が勃発して2年半後の1944年6月15日より、 アメリカ軍による空襲が始まり、北洋島と洋島の住民1094名は7月16日までに全員本土に強制疎開させられた。そして1945年2月19日にアメリカ軍は第4.5海兵士団を伊洋島に上陸させた。戦闘は3月26日まで続いたが、最終的にアメリカ軍が同島を占領した。 両軍の損害は、日本軍は、栗林忠道陸軍大将以下、約2万名が戦死し、1033名が負傷した。アメリカ軍も約7000名が戦死し、約2万名が負傷した。死傷者数では、アメリカ軍が日本軍を上回ったが、陸上の戦闘において、アメリカ軍の死傷者数が、日本軍のそれを上回った戦闘は、ペリリュー島とこの洋島の戦いのみである。 戦後、火山列島はアメリカの市政権下に置かれたが、1968年に小笠原諸島と共に日本に返還された。しかし1984年、小笠原諸島振興審議会議審により、旧妖島島民の基準は混乱とされ、旧島民一人につき未満金45万円が支給されることになった。現在も島民の帰祷は叶っていない。 ノア観測による日光改ざんの CG 画像火山列島周辺の体積1000キロ立方メートルを超える改ざんなど、ありがとうございます。